初代順断尺サージョン・ファウラーは、鉄道やそのインフラストラクチャーの建設を専門とした、イングランドの土木技術者。1850年代から1860年代にかけて、ファウラーは、世界最初の地下鉄道であるロンドンのメトロポリタン鉄道の建設にあたり、開作工法によって、都市内の街路のもとに鉄道を設けた。1880年代には、 ホース鉄道橋建設の主任技術者となり、1890年にこれを開通させた。ファウラーの経歴は長く輝かしいものであり、19世紀の鉄道拡張の大部分に、私流と共に、イギリスや諸外国の数多くの会社や政府に技術者、顧問、コンサルタントとして関わるものであった。ファウラーは、 1865年から1867年にかけてイギリス土木学会の会長を最年少で務め、その業績はビクトリア朝の技術遺産を代表するものとなっている。ファウラーはイングランド、ヨークシャー州シェフィールドのワドズリーでサーベイヤーであったジョン・ファウラーとその妻、エリザベスの間に生まれた。エクレスフィールドに近いホイットレイホールで私的教育を受けた。 その後、シェフィールドの水道局の技術者であったジョン・トーラートン、レザーや、そのおじで、エアーカルダー水路や、鉄道の土地測量などに当たっていた、ジョージ・レザーのもとで修行した。1837年からは、ジョン・アペスラ・ストリックの下で、ロンドン・ブライトン鉄道や、完成しなかったファーネス鉄道のカンバーランド西部への、延伸など、鉄道建設に関わった。ついで、再び、 ジョージ・レザーの下で、ストックトンハートルプール鉄道の建設に際して、現地駐在技術者として働き、1841年に、これが開通するとこの鉄道の技術者に任じられた。ファウラーは、ヨークシャーやリンカンシャー一帯で、コンサルタント技術者として独立したが、仕事の負担の大きさから、1844年には、ロンドンへ転じることとなった。 1847年には、この年に設立された、機械技術者協会の会員となり、1849年には、イギリス土木学会の会員となった。1850年7月2日、彼は、マンチェスターのジ J ブロードベントの娘、エリザベスブロードベントと結婚した。夫妻の間には4人の息子たちが生まれた1861年、キングスクロス駅近くのメトロポリタン鉄道の、 建設現場。ファウラーは全国各地の数多くの鉄道敷設計画に取り組む多忙な実践を行っていた。彼はマンチェスター・シェフィールドリンカンシャー鉄道の主任技術者であり、イーストリンカンシャー鉄道、オックスフォード・ウスターウルバーハンプトン鉄道やセバーンバレー鉄道の技術者でもあった。1853年、ファウラーは 世界最初の地下鉄となるロンドンのメトロポリタン鉄道の主任技術者となった。道路の下を浅く掘る改作工法によって、1863年にはパディントン駅とファリンドン駅を結ぶ区間が開通した。ファウラーはまた、メトロポリタン鉄道と関係の深かったディストリクト鉄道やハマースミスシティ鉄道の技術者でもあった。今日では、これら諸鉄道は、 ロンドン地下鉄のサークル線の大部分を構成している。メトロポリタン鉄道における職務に対して、ファウラーは152ポンド、0 0 0という大金を報酬として受け取り、さらに157ポンド、0000をディストリクト鉄道から受け取った。この金額の一部は彼のスタッフや下請け業者に回されていたはずであるが、1872年から、 メトロポリタン鉄道の会長だったサー・エドワードアトキンは世界中で彼より高い報酬を得ている技術者はいないとこぼしたという。ファウラーがコンサルタントとして関わった鉄道にはロンドンティルベリーサウスエンド鉄道、グレート・ノーザン鉄道、ハイランド鉄道、チェシャーラインズ鉄道などがあった。1859年にイザムバード・キングダム・ブルネルが死去すると グレートウェスタン鉄道がファウラーを徴用するようになった。彼に発注された様々な仕事の中には、ロンドンビクトリア駅、シェフィールドビクトリア駅、グラスゴーのセントイノック駅、リバプールセントラル駅、マンチェスターセントラル駅などがあった。マンチェスターセントラル駅の210フートの幅を持つ、天外は、イギリスにおける支柱のない鉄骨アーチとしては、セントパンクラス駅に次ぐ、 二番目に大きなものとなっている。ファウラーのコンサルティング活動はイギリス国外にも及んでおり、アルジェリア、オーストラリア、ベルギー、エジプト、フランス、ドイツ、ポルトガル、アメリカ合衆国などでも行われていた。1869年には初めてエジプトまで足を伸ばし、副王であったイスマーイールパシャのために数多くの 大部分は実現しなかった計画を描いたが、その中には1875年に建てられたスーダンのハルツームへの鉄道計画もあったが、これが完成したのはファウラーの死後であった。1870年、ファウラーはイギリス領インド帝国政府による帰還についての指紋に答え、軽便鉄道用の3フィート6インチの狂気を推奨した。ファウラーは1886年に オーストラリアを訪れ、機関の不統一による困難について論じた。キャリアの後年には、パートナーのベンジャミン・ベイカーや、ジェームズ・ヘンリー・グレートヘッドと共に、ロンドンの初期の地下鉄路線であった、シティサウス、ロンドン鉄道とセントラルロンドン鉄道のコンサルティングにも当たった。フォース鉄道橋ファウラーは、鉄道計画の一環として、多数の橋梁の設計にも当たった。 1860年代には、テムズ川を渡る最初の鉄道橋となったグロスブナー橋や13基のアーチを連ねたエッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道のドリスブルック高架橋を設計した。1859年から1861年にかけて建設されたウスターシャー州アッパーアーレイのビクトリア橋や、これと ほぼ同型で1863年から1864年にかけて建設されたシュロップシャー州コールブルックテールのアルバート・エドワード橋の設計にも当たった。この二つの橋はいずれも今日まで使用され続けており、セバーン川を横切る鉄道を渡している。1879年にサートマスバウッチが設計した提供が崩落する惨事が起きた後、ファウラーは ウィリアム・ヘンリー・バーローやトマス・エリオット・ハリソンと共にバウチによるホース鉄道橋の設計を見直す委員会のメンバーに任じられた。この委員会はファウラーとベンジャミン・ベーカーの設計による鋼鉄を用いたカンチレバー橋を提案し、これが1883年から1890年にかけて建設されることとなった。1862年10月、 エッジウェアロード付近におけるファウラーの無価機関車、ファウラーの A クラス蒸気機関車、メトロポリタン鉄道の近く間では乗務員や乗客たちが充満する煙や蒸気にさらされるという問題があったがこれを解決するためにファウラーは無価機関車の導入を提案した。その実車はロバート・スチーブンソンカンパニーによって後期、 車輪配置2から4から0のテンダー機関車として製造された。そのボイラーは通常の過湿を備え、これが内部に蓄熱用の耐火レンガを積んだ大きな燃焼室につなげられている。燃焼室は非常に短い円管多数を通して煙室に通じている。排気となる蒸気は排出されず再度濃縮されボイラーに戻される。この蒸気機関車は屋外では 通常通り運転され、トンネルに入ったところで、ダンパーが閉じられて、耐火レンガに蓄えられた熱を使って蒸気が供給された。1861年10月、最初にグレートウェスタン鉄道で行われた試運転は失敗に終わった。濃縮気候で漏れが生じ、ボイラーは空抱きとなって圧力が低下してしまい、ボイラーは危うく爆発するところであった。 1862年にメトロポリタン鉄道で行われた2回目の試運転も失敗し導入が断念された。この無価機関車はファウラーズゴーストという名で知られるようになった。この機関車は1865年にアイザック・ワット・ボールトンに売却され、ボールトンはこれを通常の蒸気機関車に改造しようとしたが、結局それは果たせずスクラップにされた。メトロポリタン鉄道は 開通時には、グレートウェスタン鉄道から列車を提供されていたが、1863年8月には、これが引き上げられた。その後、グレートノーザン鉄道から列車を借りる時期を経て、1864年に、メトロポリタン鉄道は、自社所有の車両として、ファウラーが設計した、車輪配置4から4から0のタンク機関車を導入した。この設計は、 A クラスと称され、これに小さな変更を加えた B クラスが大きな成功を収め、メトロポリタン鉄道とディストリクト鉄道は、この型の機関車を120台も運行するに至り、1900年代に電化が進むまで運用され続けた。ロンドン、ブロンプトン墓地にある墓標。ファウラーは、1880年と1885年の 総選挙に保守党の候補として出馬したが、いずれも落選した。技術者の世界における彼の評価は非常に高く、1866年から1867年にかけてはイギリス土木学会会長に最年少で選出された。学会における地位や自身の実務実践を通して、彼は技術者教育の発達を主導した。 1857年には、スコットランド、ロッシャー州のブレーマーに、5万7000ウェーカーのエステートを購入し、以降しばしば休暇をここで過ごすとともに、州の治安判事や副統官を務めた。ファウラーは、新四六、フーズ風に、趣味として、ヨットと鹿の追跡と記しており、カールトンクラブ、セントスティーブンスクラブ、ホシュトウ、クラブ、ロイヤルヨットスコードロンのメンバーであった。 ファウラーはまた、エジプト探査財団の代表でもあった。1885年、ファウラーは、ナイル川上流部の実用的な地図を作り、エジプト副王の諸計画進めたことに対し、政府から聖マイケル、聖城寺勲章内とコマンダーを授与された。彼の作成した地図は、この地域における最も正確な測量に基づいて、作成されたもので、 イギリスによるハルツーム救援の試みの際にも使用された。1887年、ファウラーはスコットランド王立協会のフェローに選出された。推薦者となったのは、サー・ジェームズ・ファルショー、ジェームズ・レスリー、ジョージ・ミラー・カニンガム、アレクサンダー・クラム・ブラウンであった。1890年にホース鉄道橋が竣工すると、ファウラーは順断尺に除され、 スコットランドのエステートの中から土地指定がなされた。1890年、彼は橋の建設を技術面で主導したことに対して、ベンジャミン・ベーカーと共にエディンバラ大学から法学博士の名誉学位を授与された。1892年、ファウラーはベーカーと共同でポンセレット賞を受賞した。ファウラーは81歳でドーセット州ボーンマスで死去し、 ロンドンのブロンプトン墓地に埋葬された。順段借位は息子サー・ジョンアーガー・サー・ファウラーに継承された。この順段借位は、1933年に、初代の三男であった第四代、順段借サー・モンタギュー・ファウラー氏が死去して消滅した。ありがとうございます。